ようこそ犬との生活向上チャンネル、ドッグトレーナー瀬方です。今回はダイエットと犬のしつけのことについてお話ししていこうと思います。まあダイエットをしたいんやけれども、それを私がどういうふうに行ったか、それを相手の目線から今回は意見いただこうかと思います。まあダイエットといっても私がしたんじゃなくて、私のお嫁さんがしたのね。そのお嫁さんがダイエットをしたんやけれども、じゃあどういうふうなことプロセスを経てやったのか、その道中はどうだったのか、その犬のしつけとダイエットの共通点って何だったのみたいなことをお話ししていこうと思います。まず結果ね、ダイエットを始めたのが、2021年の11月23日、この時の体重が74.2 ね、お嫁さんの、あ、じゃあ、74.25 や。74.25 がお嫁さんの体重で、で、今、現在、2022年の1月25日で、64.7kg、9.55kg ダイエットできましたよ。ね。それをどういうふうにしてやっていったのかな、犬のしつけどうなのかな、そういうお話です。まず皆様に知っておいてほしいのが、犬、人、それぞれ共通点なんぞやって言ったら、行動を変化させるっていうことね。自分たちの行動を変えましょうよ。そしたら結果が変わってきますよねっていうこと。それについて私はずっと勉強してるし、犬も人もある程度共通点があると思ってるから、犬ができるからお嫁さんの行動も変えられるよね。頑張れるよねっていうので、やり続けてたのね。私がその行動を変えるので使うのが心理学なんやけども、心理学って言ったら何か、心、気持ち、ね、心理ってどこにありますかって言ったら、よく日本はね、ここ、気持ちはここにありますって言うんやけど、私の考えはそうじゃなくて、気持ち、心理はどこにあるかって言ったら、ここ、脳ね。脳科学をベースにして行動ってなぜ起きるのか、なぜそれを続けるのか、なぜ変化できるのかっていうのを勉強し続けてるの。だから私は犬の本ばかりじゃなくて、人の脳科学の本であったり、ね、こういう本、ね、人について行動を変えられるような本っていうのをよく読んでる。前置きはこれぐらいにして、これからお嫁さんに質問していこうと思うね。ダイエット、誰の希望で始めた？瀬方先生です。そうなの？そうやったっけ？そうだったはず。覚えてる？それ明確に。もう健康のために痩せなねみたいな。ああ、健康のため？そう。ああ、うん、じゃあその健康はっていうのはやっぱり浅見さん、名前言っていいよね。いいよ。浅見さんもまあ関心があった？そうだね。やっぱもう年が年というかね。うんうん。30代超えたしみたいな。うんうん。まあそうやってね、希望要望、その人が やりたいように。その人のモチベーションがあるからできることよね。犬のしつけも同じね。その飼い主さんがやりたいっていうから私が手助けできる。そういう形が共通点やね。ダイエットで苦労したこと、どんな苦労されましたか？まあやっぱ、うん、白いご飯があんまり食べれなくなったことと、うんうん、運動がしんどい。しんどい、うん、あ、そう。うん、じゃあ今までに比べて食べ、ご飯の量は白米の食べる量は減った？減った、うんうん。じゃあその減ったっていうのは、間違いないんやけれども、今どれぐらいが適切な量で、どれぐらいが食べ過ぎかっていう認識は今まであった？うん、まあ、じゃあ1日の炭水化物の摂取量は知ってた？知らない。うん、こういうことやね。やっぱり知識がないと行動に移せなくて、自分の感覚に頼っちゃうのね。今までこれぐらい、例えば1日ご飯3杯食べて、おちゃん3杯分食べてたのが普通やから、それを崩されると嫌やって、自分の気持ちだけにしがみついちゃうから結果が伴わないのね。やっぱ取るもん取ったらもちろんね、身につくのは当たり前だから、それを科学的にダイエット、この人やったら炭水化物はどれぐらいの摂取量であればバランスよく痩せていけるかなっていうのを考えていかないといけないのね。それが考える脳みそっていうことやね。ではこのダイエットを、ね、ダイエットを浅見さんがするにあたって、誰が頑張ってくれって言った、誰がダイエットを頑張った？私。そうそうそう。これすごく大事なことね。犬のしつけもそうなんやけど、トレーナーは支える、ね、応援する形であって、実際に頑張って動くのは、その本人がやらないといけないのに、ね、トレーナーが出しゃばってガーってやるんじゃなくて、本人ができるように、本人がモチベーション保てるようにやっていかないといけないのね。じゃあそのモチベーション高めるため、もしくはね、モチベーションを保つために、どんなことをしてもらった？例えば、うん、この体重に行ったら、うん、
おやつ一つ食べていいよ。うんうん。とか。うんうん。まあそういうインセンティブ、報酬っていうんだけど、ご褒美ね、自分にとっての得があるからダイエットを頑張るよね。まあダイエットして、あ、はい、お疲れ様だけじゃ頑張れないよね。こういういいことがあるから頑張りましょうねっていう自分の中で、報酬があるから頑張ってもらえたっていうことやんか。だから犬のしつけもそうね、なんかしつけしないとしないといけないってなるとすごく非常に窮屈になるから、今何のためにこれを頑張ってるのか、愛犬と仲良くなるために、愛犬に好かれるために自分が努力してるのか、それともお出かけを安全に行いたいから今ここでね、しっかりと暴れないようにね、無茶しないようにしつけを行っているのか、その報酬、自分に対しての報酬、しつけが何のためにやってるか、報酬っていうのを忘れないようにしてほしい。ダイエットでくじけそうになったことはある？うん。ある、うん、じゃあそれくじけそうになってもうダイエット投げ出したいわーってなった時、どうやって復帰してきた？もう志方先生が無理やりやるよってそれには逆らえない。無理やり、はい、やるよって、はい、やるよって言ったら、うーんってうんって言ってやってたな。やってた。もうでもやっぱりこう結果が出てくるとグインってこうやる気が上がるというか、うん、うんうんうん、そうやね。やっぱりこういうのリーダーシップって言うんやけど、誰かが引っ張っていってくれる、自分が停滞してもうその場から動きたくないわ、または前の状態に戻りたいわってなった時に、そっちに行かないでこっちに行こうよっていう、まあ今回は無理やりっていう言葉が出てきたけれども、そうやって先に引っ張っていってくれる存在があると、そちらに引っ張られて自分自身を停滞モード、もしくはね、元に戻りたいっていうのから抜け出して行動を変えられて、その結果行動を変えたから結果がついてくるの。いきなり結果は先に出てこないからね。自分が変わるから後からいい思いがついてくる。それが今回の復帰できた理由の一つやね。ダイエットの方法として炭水化物を減らすであったり、運動っていうのがあったんやけれども、そのね、運動、どんな運動から始めた？まずは、スクワット。スクワット？うん。それはどれぐらいやったの？どれぐらい、期間？うん、回数。できなくなるまで。最初からできなくなるまでやった？最初確か5回とか回数決めて、うん、決めてたけど最低これぐらいっていうのあったよね。あったっけ？あったよ。忘れた。うん、最低1回って言ったよね。うん、最低1回か。覚えてない？覚えてない。覚えておいてね。はい。まあこうやって行動っていうのはやっぱり変えるのにはね、人間も犬もストレスがかかるの。なんでって言ったら、やっぱり習慣で動く方が楽だから、いつもと違うことをやるっていうのは非常にね、自分自身にとっても犬自身にとってもストレスがかかる行為なのね。だから私はダイエットをするにあたって運動は必須っていうのがね、分かってるんやけれども、それを行うにあたって、最低これぐらいやりましょうっていうのは1回、スクワットは最低1回でいいからやろうって、それぐらいだったらできるよね。例えば家に入る前、靴を脱ぐ前に1回、お風呂入る前に1回ね、まあ、どっかのタイミング、そのチェーニングって言うねんけど、なんかの普段やる行動にスクワットをくっつける。そしてそれは最低1回でいい。もしできそうやったら2回3回やってね、でも1回だけは守ろうねっていうので、少ないところから行動を続けるように、それを習慣できるように。運動習慣っていうのはね、約230日やったかな、結構それぐらいね、身につけるのに、習慣化するのにかかるから、最低のストレスででも確実にできるようにっていうのを織り込んでいった。そしたら今、スクワットやったらどれぐらいやってる？8セット。8セット。それは 何を8セット？スクワットのするじ、スクワットをしてる時間が、うん、30秒やったっけ。40秒そんな長いことやってないでしょ。20秒。そう、20秒スクワットをし続けて、20秒休憩やったっけ。うん、そんな休憩してない。そう、10秒休憩。そう、計8回。そうそうそう。
まあ時間にしたら4分やんね。4分のうちに、2分40秒かな。2分40秒運動してる時間ですよ。1分20秒休憩してる時間ですよ。最初は1回のスクワットから今、ね、それだけのスクワットをずっとし続けることができる。まあ、スクワットって言ったんやけど、こうね、HIIT って言ってジャンプして、で、腕立てしてっていうの。そういうのも折り入れたり、組み入れてたりする。ダイエットね。まあ、ダイエットって言うんやけども、これからも続けたいと思う？うん。そうやね。やっぱりこれってね、いつ変わった？その気持ち。入らなさそうな服が入った時。うんうん、ああ。やっぱ自分の中で明確な変化が現れたら、もうそれを逆にね、やめることをしたくない。続けたいっていう風に持っていけるから、やっぱり自分自身何のためにやってるの、何がモチベーションになるのかなっていうのは、その人がね持ってるものやから、そこに気がつけて続けていけば、逆にやめたくない、しつけでも同じね、自分のこれができた、あれができたっていうのが出てくると、逆にしつけをやめたくないな、もっともっとしたいなっていうことをしていけば、犬のしつけも楽しくなるし、自分自身前に進めるっていうことにつながるわけね。逆にあさみさんから聞きたいことはある？これ以上は絶対に、うん、まあ、私の場合痩せない、うん、っていう体重は来るんでしょうか。まあこれ以上痩せない体重、例えばね60キロから絶対痩せないとかはないね。ない、うん、それは犬も一緒。そう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 、一緒一緒。やっぱり変化し続ける、もちろんね、あの変化の落ち方がなだらかになっていくっていうことはあっても、何かしらの方法を使っていけば、その都度少しずつ変化させていくと可能。うんうん、やっぱそこ不安？そうやね、こう理想としてる体重、うん、なりたい体重に、うん、絶対どんだけ頑張ってもなれないよって知ったら、うん、多分ダイエットやめる。やめる。うん、まあ、うん、ないね。ないか。ない。まあ極端な話ね。極端な話。死なない、ギリギリ死なない程度の食事しかもらえなかったら、強制的なダイエットにはなるわけよ。そうだね。うん。じゃあそれで死なない程度で食べてて、今の体重がキープできるかっつったら、そんなわけないよね。そうだね。うん。だから、減る。OK。だからといって、もちろんそんなやり方をするわけじゃないよ。そんなやり方したらね、もう絶対に逃げ出すからね。ね。やっぱ健康的に。さあさあ。楽しく。さあさあ。じゃあそうやって楽しくやけれども、まあ、あさみさんは白米ね、炭水化物大好きやんか、なんでそれを減らすことができたの？おかずがその分あった。うんうんうん、うん、その白米がなくなって、うん、その分お腹が減るではなく、うん、その分おかずをちょっと増やすというか、うんうんうん、そしてその空腹状態は白米がないとしても、うん、空腹ではないからなんとか、うんうんうん、あと普段は白米ないけど、うん、例えばええお肉を買った時とか、うん、まあ外の外食に行く時には白米を解禁。うんうん、された。うんうんうん、そうやね、ずっと、閉じ込める、押さえつけるじゃなくて、ある時には OK ですよ、ねね、そういう風に解放してあげる、許可じゃないけれども OK がもらえるってなってくる。で、日頃も、減らすだけじゃなくて別物を増やしてあげる。私がしつけでよく使っている言葉でバランスって言ってね、バランス取るようにしましょうねとか、こっちが押さえつけたらこっちはちょっと上げましょうねっていうのは、それをずっと意識してる。
ね、言うこと聞かすだけ聞かすだけ、それで OK じゃなくて今側にも意見がそうやって気持ちがあるんやから、こっち側では遊ばせてあげましょう、 OK してあげましょう、ちょっと自由を与えてあげましょう、要するに感覚ね、目の前のことができたできないじゃなくて、もっと大きな視点でこの人はどんな気持ちに陥っているのかな、ずっと押さえつけられているのに別のところでは解放して、ね、バランスとって、こっちではこっちが逆に言うこと聞いてあげましょうよね、犬の言うことね、ダイエットでもそうね、ダイエットでも犬の言うことでも相手の言うことにちょっとは従ってあげましょうよ、そうすると犬の方もまたね、人の方も頑張れるモードに入っていきますよね、そういうことやね。うん適当じゃない適当じゃないよ。他、あさみさん聞きたいことある？じゃあ逆に、うん、私が頑張っダイエットをね、うん、頑張ってる時に、うん、こうトレーナーは、うん、どんなところをどうやって支えようとか、うんうん、どうやってどんなことを考えてた？うん、例えば実際運動してるときね、スクワットしてるときやったら声をかけ続けて、相手に対して やってることに対してやっぱ関心を寄せるっていうことを心がけてる。やっぱりね、私も、アレイさんもね、お嫁さんも人間も犬も社会性を持つ生き物、社会性っていうのは他者との関わり合いを持とうとする生き物なのね。だからクラス、ね、例えば学校のクラスでも会社でもそうやけど、人が集まったらグループを作るよね。これは社会性があるから群れたがるのよ。そうやって人との関係性を作り上げるっていうのは、もう私たち、ね、人間犬もすごい喜ばしいことやし、それをしないと死んでしまう。なんでって言ったら人一人、ね、犬一人で生きていけないっていうのを遺伝子に刻まれてるから。だから構ってあげるっていうのはすごく大事になってくるから、そうやって運動してたら私はずっとあなたを無視せずに構い続けますよね。それするだけでも行動が増えるっていうのは研究結果で分かってるし、食事の時もお米を少なくして、食べてたら、ね、それについてどうとかね、ちょっと聞いてあげるとか、話を聞いてあげるだけでも相手の方はそれについて喋ってくれて、ちょっと満足するっていうことをしてあげる、してもらえるから、そういうふうにして関心を寄せる、やってることに対して関心を寄せ続ける、それを忘れないっていうことをやってる。先ほど運動はね、どれぐらいやり始めたっていうので、お嫁さんは5回って言ったんやけど、やっぱりね、こういう記憶のすり替えっていうのが起きてしまう。どういうことかって言ったら、例えばね、犬のしつけが上達していった人に話を聞くとしようよ。じゃあ最初どんなことしてましたかって聞いても、実際やったこととは違う答えを出すのが多いのね。これ別に嘘をついてやろうとか、あなたを騙してやろうとか、そういうわけじゃなくて、やっぱ記憶のすげ替えっていうのはよく起きる。人間の記憶っていうのは実は非常に曖昧なの。だから他の人のアドバイス、しつけが上手にいっている人のアドバイスを聞いてその通りにやっても、やっぱりうまくいかないっていうのが往々にしてある。最初そんだけちょこっとしかやってなかったのをやっぱり忘れちゃうのね。記憶っていうのはそんだけ時間が経てば忘れやすく変化して、ね、改変されるものだから。そういうことを知っているトレーナーでなければ、無茶なくちゃなことを言われてあなたが良くならないっていうことも起きるから、トレーナー側がそうやって脳についての科学仕組みっていうのを知っておかないといけないよね。まとめとして、私は人を支えるね、そういったことをメインに仕事をしていて、あなたを支えるね、あなたのワンちゃんを支えるために、どうしようかな、こうしようかな、バランスはどこにあるのかな、今こっちに傾いてるかな、あっちに傾いてるかなっていうのを考えながら、そしてモチベーションにつながるようなことは人によって違うからね。やっぱり信頼関係を築きたいだとか、問題行動が少しずつ改善していってますよだとか、目標がここにあるから今の立ち位置この辺まで来てますよとか、そういうのを伝えるのを仕事としているんで、ぜひしつけ教室興味ある方はコメント欄の方覗いてみて連絡してみてください。それでは次回もお会いしましょう。それじゃあね、バイ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 